皆さんは、動物がですね子育てをしている場面というのを観察したことありますかね。私は獣医師でもあるもんですから、犬、猫、牛、馬、豚、いろんな種類の動物が子育てしている場というのをずっと見続けてまいりました。本当に親子の関係っていうのは見てて微笑ましいですよね。また一方では、そうですね、ライオンが自分のかわいい我が子をですね先人の谷に突き落とすなんていう話があるように、非常に動物の子育ての中には厳しい面というものもあります。でそういう動物の子育てを観察してみますとね、実は人間というのも動物の一種類だよなっていうことに気づくんです。でこの人間の子育てを考えるときにも、動物の子育てを考えると実はそれが随分ヒントになるなってことがたくさんあります。でそんなお話しさせてもらえればなと思ってるんです。例えばですね、体罰っていうのありますね。でこれ犬のお母さんが、自分の子供を乳を飲ませると、で乳を飲ませてますとね、中にね元気な子供が乳首をこう噛む子供、子犬がいるんですね。そうするとお母さんは痛いもんですから、その子犬を噛みついてボーンとほっぽります。当然これは犬からすれば体罰なんですね。でも子犬の方はそれで、どれぐらいの強さで乳首を吸えばいいのかということを一遍で習うんですね。そうじゃないと次からミルクを飲ませてもらえなくなるわけですから。でこういう事例は動物の世界では枚挙にいとまがないんです。で今翻って人間の方を考えますとね、体罰っていうのは全部悪だというふうにされてしまっていますが、これって本当にバランスが取れているのかなという気が私はいたします。本当に命に危険なこと、本当にこれはやってはいけないこと、それはですね一発で覚え込ませるというのは、私は人間の世界であっても体罰というのはそういう場合にはあっていいんじゃないかと、そんなことをね実はこの動物の子育てを通じて皆さんにも考えてもらいたいと思います。また子供同士が喧嘩をするなんていう時もですね、犬がこうじゃれ合って子犬同士がこう噛んだりするわけですね。そうすると噛まれた方は痛い、噛む方はどれぐらいの強さで噛んだら痛いかってことが分かるわけです。で人間の方もですね、今子供に喧嘩をさせないって世の中になってますけど、やっぱり子供のうちはですねお互いにその喧嘩ぐらいしてですね、どうすれば自分が痛いか、どうすれば相手が痛いか、こういう他人も自分も痛みが分かるような、そんなことをやる中で社会性を身につけていくっていう話なんじゃないでしょうか。私はこの人間も動物の一種類、そして動物の子育てというものを見ることによって人間の子育てというものにも随分と有用な点があるんじゃないかということをお話を通じて皆さんと一緒に考えたいと思います。